ダビデの心臓は鈴木久史による日本のライトノベル。イラストは尾崎博士よが担当している。電撃文庫より刊行されている。2005年7月発売の3巻で第一部が完結となっている。ダビデの息子ソロモンが最初のダビデの心臓を持つものとなり、ソロモンの子孫はすべてダビデの心臓を持つものとなる。ソロモンの死後3000年の後、 新たな巨大な力を持った一人の出現で、ダビデの心臓を持つ者が最後の一人になるまで終わらない、ソロモン期が始まる。ダビデの心臓は、心臓の持ち主同士にしかわからない、かんばしい桃のような気が感をもたらす方向を放つ。7日以内に、ダビデの心臓を喰らわなければ、人の心を失った悪魔に変化してしまう。主人公。 他人の心臓を食うことに対して否定的な考えをしていて、ギリギリになるまでダビデの心臓を食べようとはしない、食う時も悪魔化しかけていて、激しい上に襲われているにもかかわらず、心臓に手をつけるときに涙を流すなどの常識的な考えを崩していないのに、ソロモンキが来てからも悪魔にならないままに何週間も生き残った数少ない人物。三巻の最後で死亡。ヤッキンのシャーロックから、 時系列で言うと未観光の第二章四巻ロンドン、サクリファイスの時点で目覚めるとの予言を受けていた。アスウマと導く者が同じ。最初は、他のダビデの心臓を持つ者に襲われていたところを、アスウマに助けられ、他のダビデの心臓を持つ者よりは、安心していいだろうと、アスウマと手を組んでいたが徐々に気を許すようになる。一巻で死亡。千鳥の弟。 10歳以下なので、導く者がいない。一貫で死亡。アスウマと導く者が同じ。父親に虐待されたことが原因で、右足が不自由だが、父親のことを恨んではおらず、懇願されてとはいえ父親を殺したことを悔やんでいる。最初は死ビに属していたが死ビが、ダビデの心臓を持つ者を人工的に悪魔に変えていた、ことを知り、途中で抜ける。四巻香港。 ピジョンブラッドに登場予定。アスウマの同級生。アスウマの姉。他人の心臓を食うことに対して肯定的な考えをして、父親がソロモンキについていくら説明をしても理解しないのですぐに他のダビデの心臓を持つ者に殺されるだろうと判断して殺したため、そのことでアスウマに恨まれている。アスウマの妹。ソロモンキが始まってすぐに殺された。 シビのリーダー。シビのメンバーに気づかれないようにしながら、ダビデの心臓を持つ者を捕まえて7日間、出られないように閉じ込めて、悪魔を作り出して悪魔に発信機を仕掛けて、追いかけさせている。シビの一員。シビの中で、唯一、筒山の方針に口出しすることができる人物。筒山が、シビのメンバーに気づかれないようにしながら、 ダビデの心臓を持つ者を人工的に悪魔に変えていることを知っていながら協力している。ユーノの一員。他人の心臓を食うことに対して肯定的な考えをして他人の心臓を食うことに対して否定的な考えのアスウマの考え方はとても馬鹿げていると明言した。アスウマに苦手だと思われている。ユーノの一員。独断先行が多く凶暴でアスウマの甘さをあざける。 ソロモン記が始まった直後に、恋人の姿勢とゾースに捕まって同じ部屋に6日間、監禁された末の出来事が、明日馬の理解できない、深淵な闇を抱える要因。4巻香港、ピジョンブラッドに、登場予定。誉れ守る他の恋人。いいところのお嬢さんで両親に、誉れ守る他を紹介する日に、ソロモン記が始まる。市民に監禁されていた。 守備放解後アスーマ、千尋と行動する。ヤッキンの子供。アスーマと千鳥と千尋を導く者。ボアズの子供。ミラとタイになる者。ヤッキンの子供。証拠を導く者。行為のヤッキンの子供。未来を見る。行為のヤッキンの子供。行為のヤッキンの子供。患者、怪人、僧侶の三人より上の最高位。ヤッキンの直系、ヤッキンの息子。 アスウマの同級生。一貫で死亡。ゾウスの一員。アスウマを殺した。ソロモンの血を引く人間が持つ心臓。他人のダビデの心臓を7日間食べなかった人間の慣れの果て。ダビデの心臓の持ち主の通称。ダビデの心臓を持つ者を捕獲する公的機関。ダビデの心臓を持つ者を使って非合法な実験を繰り返している。 他のダビデの心臓を持つ者を殺さずに済むようにすることを目的とした組織。ダビデの心臓を持つ者を捕まえて7日間、出られないようにして閉じ込めて、悪魔を作り出してから追いかけて殺している。証拠が所属している組織。アスウマと契約した刀。血を吸うことで強くなる。軍兵と契約した刀。千尋と契約した刀。幻覚を見せる力がある。 ありがとうございます。